それでは聖書を読みましょう。今日の聖書の箇所はサムエル記の第1、13章の4節から14節です。第二礼拝が始まる前にですね、クッキーをいただきまして、そのクッキーの粉が喉の変なところに入ってちゃってこっち側かな、気になってしょうがない。それは田中入姉妹という方がですね、受選記念3周年ということで、私にクッキーを持ってきてくださったんですけど、これは食べなきゃいけないと思って急いで食べたからなんですね。責任は田中入姉妹にあります。サムエル記の第1の13章の8節から読んでいきます。第1サムエル記の13章の8節です。サウルはサムエルがいることになっている礼祭まで7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで兵たちはサウルから離れて散っていこうとした。サウルは全焼の捧げ物と交わりの生贄、新しい聖書でこれは和解の生贄となってますね、和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。そして全焼の生贄物を捧げた。彼が全焼の捧げ物を捧げ終えたとき、なんとサムエルが来た。サウルは迎えに出て彼に挨拶をした。サムエルは言った、あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた、兵たちが私から離れて散っていこうとしていて、またペリシテ人がミクマスに集まっていたのに、あなたが毎年の例年に来ていないのを、礼祭に来ていないのを見たからです。今ペリシテ人がギルガルにいる私に向かって下ってこようとしているのに、まだ私は主に嘆願していないと考え、あえて全焼の生贄を捧げたのです。サムエルはサウルに言った、愚かなことをしたものだ。あなたはあなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに、しかし今やあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。主があなたに命じられたことをあなたが守らなかったからだと。このあなたが守らなかったからだっていうのはちょっと怒られているような感覚になって少しきついなという感じがします。先週の月曜日は夜から火曜日の朝にかけて大雪が降りましたけれども、今週は火曜日頃でしょうか、水曜日頃でしょうか、町田でも、この寒い町田でも気温が18度とか19度になる。そして金曜日にはまた気温が下がるということで、一応天気の、神様はいないと思うんですけどね、天気もいろいろ迷ってるのかなという感じがします。雪が降り止んだ火曜日の朝早くですね、夜に降り止んだのかな。そして火曜日の朝寝てる時に、朝早くですけどもバサッという音がしてですね、目が覚めました。時計を見たならば午前4時40分ぴったりで、普通は5時10分5時15分ぐらいまで寝てるんですけど、あと10分あと30分ぐらい寝たいなと思ったんですけど、目が覚めてしまったので早く起きて、そして顔を洗ってですね、身支度を整えて、聖書ディボーションして、とても有意義な時間を持つことができました。で、私のディボーションの持ち方ですけど、もちろん聖書を読むんですが、コーヒーを入れて、そして後ろで静かなクラシックの音楽、クラシックってもギター一本で、賑やかなギターではなくしてですね、無名の人が弾いている無名の曲なんです。もう耳障りにならないぐらいの静かなボリュームで聴いて、聖書を読んでいろいろ勉強するんですね。で、このバサッという音がして目が覚めたんだということを、私がお世話になっている整体の先生にお話したところ、あなたは健康ですと言われました。ちゃんとそういうびっくりするような音を聞いて目覚めることができる、それは健康な証拠です、それもすっきりと目覚めることができるのはとても良いことですと言われたので、自分の健康にとても自信を持ちました。私は健康です。皆さんも健康であってほしいですね。で、先週も I am light という平野先生の言葉をお話ししましたけれども、それは光の子であって、光の子であるならば軽いんだよということを、先生は話していらっしゃいますし、その先生 の, その軽く生きるんだということはずっとその平野先生のメッセージまたは生き方のテーマであったような気がしますね。軽く生きる、
軽く生きることで感謝することもできますし、重く生きるとなかなかですね、ありがとうとか今日一日生きていてよかったなっていう感じにならないもんですよね。で、軽く生きるっていうことはどういうことなのかなと。で、今日の聖書の箇所ですけれども、このサウロという王様は人生に随分と迷っていたように思います。だから彼の人生は重かったわけですね。まあ、サウロのお話の前に私の父のお話をさせていただきますけれども、父はよく私に向かって、お父さんは迷える子羊なんだと言ってました。教会に行ってクリスチャンでしたけれども、もう日立に住んでいてですね、町田からお見舞いに行ったりとか助けに行ったりするんですけど、会うたんびに私は迷える子羊です、そしてニタッと笑うんです。私が牧師であることを知ってるし、で、私が何でも答えを持ってると思ってるんでしょうね。もうとにかく変な質問してくるんですよ。答えられないんです。だから迷ってるのはあたかも自分の息子のせいじゃないかみたいなね、まあ、これ冗談で言ってるんですけども、いつまで迷ってるのってお父さんに言ったことがあります。信じれば救われるんだよ、信じればいいんだよ、イエスはキリストと信じればそれでいいんだよ、いや、お父さんは迷える子羊ですと毎回毎回言ってましたね。そんなことをいい思い出だなと思って思い出していたんですけれども、イエス様がルカの福音書で100匹の羊、そして1匹の迷い出た羊の話をしました。で、羊飼いは必ずその1匹の迷い出た羊を探しに行くわけですけれども、そしてイエス様はその羊を見つけた時に大喜びで帰ってきて、近所中の人たちを呼び集め、そしてパーティーをしたという、そういう小さな例え話があります。実はこの羊飼いがですね、一匹の羊を探すっていうのはとんでもなく大変な仕事のようなんですね。で、こういう言い伝え、格言っていうんでしょうかね、あります。迷い出た一頭の羊を捕まえるよりも100頭の羊を捕まえる方が簡単だと。で、羊飼いにとって迷い出てしまった一頭を探すっていうのは本当に大変みたい。で、この羊を探すためにあっちに行ったりこっちに行ったり、ここでもないって探すわけですけども、迷い出てしまった羊っていうのは大体においてパニック状態になりますから、で、自分がどこにいるのか分からなくなって、目の前に自分たちの仲間の羊がいるにもかかわらずどこにいるのか分からなくなってしまう。どっかに行ってしまう。羊飼いが追っかけていって羊の名前を呼ぶんですけれども、その羊の声ですら天敵のような声に聞こえてしまって、なおさらパニックしてなってしまってですね、どっかに行ってしまうわけです。自分で自分の仲間のところに戻ってくることができないような状態になってしまうのがこの迷い出た羊の特徴なんだそうです。だからその羊飼いがですね、羊を見つけた時に両足を持って首のところに置いて、そして強制的に連れて帰ってこないと羊っていうのは自分の群れに戻ることができないそうなんですね。で、ルカの福音書の羊という言葉を見てみると非常に興味深いなと思うんですけども、その羊という言葉、シープという言葉は必ず複数形が使われています。で、複数形で一緒にいる羊が羊飼いの声を聞き分けることはできるんですけれども、一匹の羊飼いが迷い出てしまうと分からなくなってしまう。で、羊飼いはその100頭の羊のうち全ての羊の名前を呼ぶことができるんですね。で、その時はこの羊はあの羊はといって単数形が使われているんですけれども、その羊の名前を呼ぶと羊は私の声に聞く。で、その声に聞く条件というのが何かっていうと、群れの中にいる時だけに限って羊は自分の名前を呼ばれた時に羊飼いに応答することができるらしいんです。でも一頭で迷い出てしまうとですね、何が何だか分からなくなってしまう。羊飼いの声も分からなくなってしまうということがあるということを、聞きました。非常に面白いなと。もしかしたらそれは私たちも同じで、一人が迷い出てしまうと、またその社会の中でですね、迷ってしまうと、また自分の元いた場所に戻ってくるのが難しくなってしまったり、帰ってくることができなくなってしまったりすることがあるかもしれません。イエス様はこの一頭の羊を見つけてくださった。そしてイエス様は今日ここに集まっている皆さんをも見つけてくださって、そして皆さんの名前を一人一人、牧師は忘れても
あの人誰だったっけな顔は覚えてるんだけども、そういうことがあってもイエス様は絶対忘れることはありません。牧師は羊飼いで、イエス様は大きなグレートシェパードですから、忘れることがないということですね。サウロは自分のことが分からなくなってしまった王様ですね。一匹の迷い出てしまった王様がサウロだったわけですけども、ユダヤ人であれば もちろん皆さんクリスチャンでこの旧約聖書の物語をよく知っているわけですけども、ダビデの話はよく知ってます。ソロモンの話もまあ大体ね、知っているでしょう。ダビデは素晴らしい勇敢な戦士だったし、ゴリアテを倒したし、そして非常に優れた戦士として部下の信望も厚かったし、王様としても素晴らしかった。ちょっと変なことしましたけど、でそして彼は作詞作曲家で、ダビデが残した詩篇が聖書の中にたくさんありますよね。そしてダビデは盾ごとを弾くことができたので、ダビデの作った曲っていうものがあったはずなんですが、残念ながらそのメロディーっていうのはですね、私たちの今のこの時代に残されていない。それを回復した人がいるという話は聞いたことがありますけども、それが本当なのかどうかはわからない。3000年前のメロディーですからね。素晴らしい賜物を持った素晴らしい男がダビデという感じがします。でソロモンという人はその知恵において、世界中に知られた人で、そのソロモンの時彼は非常に豊かな王国を作りましたけれども、ソロモンの時代にあって銀とか銅というのは価値がないと言われたぐらい金が溢れていた。非常にそういう意味では経済的には国を豊かにした王様でした。でダビデの素晴らしさと、そしてソロモンの栄光というのを見ると、それにサウロを比べてみるとですね、なんとパッとしない、この人何やってんだろう。一応王様ですよ、国のリーダーです。パッとしないし、いつも悩んでるし、いつもなんかぐじぐじやってるし、いつもはっきりしないし、同じか嫉妬してるし、ダビデに嫉妬するしね、信用しないし、怒ってるし、やってることしっちゃがめっちゃがですよね。最後にはこれ悲劇の王様ですけども、ペリシテ人に攻められた時に彼とそして息子のヨナタンは戦場で命を落としてしまうわけです。そのようなサウロなので、なかなかこうメッセージをするにあたってもですね、難しい。なかなか元気を出そうと思ってサウロの話をして元気になるってことないんですよ。聖書を読んでいてサウロを学んでいてもパッとしないんですね。早くダビデのところに来ないかなっていう気持ちで聖書を読むわけです。悩み、迷い、いつも間違った判断をする。でも少しだけね、サウロのことを助けましょう。彼は王様になるために選ばれたわけですけど、最初の時ですね、すごい勢いがあったんです。聖霊が下って、そしてサムエルにですね、預言者サムエルに、その神の霊が下ったらあなたは手当たり次第何でもしなさいと言われたんですね。でサウロは手当たり次第何でもして、何でもうまくいっちゃったんです。だから最初の時はものすごく良かったんですね。でそのサウロですけども、後になるとサウロのダビデ、サウロの王国っていうのはダビデが持ってっちゃうし、サウロの名誉もダビデが持ってっちゃうし、家族ですら、自分の息子ヨナタンですらダビデを助けようとするし、ダビデを応援しますよね。自分の愛娘であるミカルも、サウロはですね、ダビデを陥れるためにミカルを利用しようとしたんですけども、ミカルは父の言いつけを守るより自分が恋したってるダビデを守ろうとするわけです。でだん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 人が離れてしまっていって、なんかこのサウロ王様の周りを見てるとですね、喜びとか感謝とかそういうものが一切感じられないわけですね。不安と迷いがいつも彼の上にこうのしかかっているわけです。で不安と迷いがあるとですね、人って短気になるものです。怒りが生まれてくる。実は私はこのサウロ王様と対面したことがあるんです。もちろん生きたサウロではありません。3000年前の人も亡くなってますのでね。留学生でサンフランシスコにいた時にですね、まだ18歳か19歳になるぐらいの年だったと思いますけども、クリスチャンになりたてで旧約聖書のことは全然知りませんでした。
友達がサンフランシスコにある博物館に行こう、ミュージアムに行こうって誘ってくれたので、そんなに興味はなかったんですけど一緒に行ったんですね。これ D. Young Museum という、すごく大きな素晴らしいミュージアムがサンフランシスコにあります。ゴールデンゲートパークだったかな。そこに行って入っていく、歩いていくと目の前に大きな大理石の像があったんですね。それがサウロ王様の像だったんです。ものすごく大きな巨大な像です。よく覚えてます。そのサウロの顔を見た時に放心状態だったんですね。自分がわからない、不安、悩みで 悩んでいるような、そういう顔としてサウロ王様の像が彫られていたんですね。で、私は旧約聖書のことは知らなかったわけですけども、サウロ王の像だよっていうふうに、ね、説明があったので、あ、これがサウロ王様で、なんでこんな顔してるんだろうと。後になって、聖書を読むようになってですね、なぜサウロが放心状態だったのか、なぜ苦難に満ちた顔をしていたのかということが聖書を読むことで分かりました。私にとってイスラエルの王様っていうと、ダビデのことが入ってくるより先にサウロに出会ってしまっているので、このサウロの王様の顔というのがずっと忘れないでね、この心の中にサウロっていうとあの顔だっていうふうにね、残っちゃってるんです。すごいですね。ああいう大理石のこの何て言うんでしょうね、インプレッションが残ってしまうパワー、すごい彫刻だなと思いましたけども、このサウロに一体何が起こったのか。最初は本当に勇敢な王様だったのに、途中で何かおかしくなっていってしまった。30歳で彼は王様になったと書いてあります。30歳ですよ。皆さんが30歳で一国の王様になったことを想像してみてください。一体何をしたらいいんでしょうか。先日リッチ、教会英語部でですね、長くその宣教師をしていたリッチさんと食事をする時があって、リッチがですね、いろいろなその経営者を見てるとこう言ったんです。みんな何をしていいか分かんないけど、とにかくやるべきことをやってるんだよと。やんなきゃいけないこと一生懸命、何をしていいか分かんないけどやってるけども、そのうちにだんだん分かるようになってきて、そのうちにだんだん人もついてくるようになっていくんだよねって言って、だから経営者になった途端に何をしたらいいかというのはみんな分かんないでやってんだよってね。彼はビジネスの世界にいる人ですから、そんなこと言っていて、あ、面白いなと。サウロもこうやって見ていくと、初代の王様ってサウロなんですよ。ダビデじゃないんですね。イスラエル王国の黎明期にサウロは王様となって、そして彼なりに、要するにサムエルがサウロに言った手当たり次第にっていうのはですね、サウロ自身もね、お前は王様としてこうしろああしろっていうアイデアがなかったんじゃないかとにかく目の前にあることを手当たり次第にやってけっていうね、なんだか私の人生も似てるなっていう感じがします。人生ってなんとなくこうカオスなところがありますよね。何歳になってもこの不安というか、子供はこの社会でうまく育っていくんだろうかとか、子供の教育はどうなる、老後はどうなるんだろう、いろんな不安なことがあって、その時その時っていうのは、おそらく今までやってきたから大丈夫っていう部分と、今までやってきたけれども大丈夫かなっていう部分、この両方の確信と不安との戦いの中に私たちは絶えず置かれているような気がします。今までやってきたから大丈夫って言ってきた時に、突然目の前で転んだりしてね、何が起こるか分からないわけですよ。覚えてます。車でこう旅行に行こうと思ったらバックしたんです。雨の日にあんなところでどうしてぶつけるかっていうね、バックして人の車にぶつけたんです。雨降ってて、こんなところに止まってるわけないだろうと思うところで、そしたら妻は分かってたんですね。待って待って待ってって言ったらバーンってぶつけちゃったんですよね。旅行行く前ですよ。警察が来てなんだかんだって出るのが2時間ぐらい遅れたことがあります。だから分からない人生って、ね、今まで大丈夫だったから今日は大丈夫かっていうのは分からないわけですね。だそういった面でその人生っていうのは本当に混沌としたところがあるなというところがあるわけで、それはそれで信仰を持って何とかやっていくしかないだろうと、信じるしかないんですよ。希望を持つしかないわけです。でサムエルがギルガルに来るのが遅れてしまった。このギルガルっていうところでサウルは王様になったわけですけども、そこに行って私が行くまで待ちなさいと。でそこに行って私が行った時に全焼の生贄と
和解の生贄を捧げるからそれまで何もしないで待ってなさいと言ったんです。で、初めサウルは待ってたんですね。7日間、1週間経ってサムエルが来ない。皆さんだったらどうしますか？敵は攻めてくる、ペリシテ人が大軍で攻めてくる。そしてその当時のペリシテ人の武器というのは非常に優れた武器で、ペリシテ人は鉄を使うことができたんですね。今鉄というのは当たり前ですけども、その当時は専売特許です。ペリシテ人は鉄を加工して武器にする技術を持ってました。ところがユダヤ人たちは、ヘブル人たちは銅を使ってたんです。銅と鉄じゃもう全然戦争したら、まあ鉄が勝ちますよね。で、ペリシテ人たちは軍隊としてももう百戦錬磨の兵士たちが揃ってます。で、よく読んでいくと、ここに集まっていた人たちの武器っていうのが鋤とか鍬とかそんなの持って戦おうとしてたんですよ。もうどうしようもない農民だったわけですよね。どっちが勝つかっていったら、それペリシテ人が勝つに決まってるでしょう。で、ペリシテ人の大軍がやってきた時に、サウロの前に集まっている兵士たちが恐れてしまって、一人二人家に帰り始めた。で、これはですね、困ったもので、でその時にですね、まあ、この13章の6節を見ると、その時の状況が書いてあります。イスラエルの人々は民がひどく圧迫されて自分たちが危険なのを見た、危ない状態だと。そこでホラ穴や奥まったところ、岩間、地下室、水ための中に隠れた。怖いものは怖いですから隠れますね。またあるヘブル人はヨルダン川を渡ってガドとギルアデの地へ行ったと書いてありますけども、逃げちゃったということです。サウロのもとを離れた。サウルはなおギルガにとどまり、民は皆、なんて書いてありますか、震えながら彼に従ったと書いてあります。こんな武器で戦えるのか、こんな王様で大丈夫な、こんな王様って神様に選ばれてるんだけど、この人未知数だよね、まだ30歳だし俺よりも若いんじゃないかと、こんな王様で大丈夫なんだろうか。そういう時にサムエルという長老格の人が来てですね、その生贄を捧げてくれば神が共にいるっていう、その当時は全部宗教が全ての時代でしたから、宗教的な儀式をすることによって彼ら の勇気がこう鼓舞されてですね、じゃあ戦いに行こうぐらいになったわけですけども、サムエルが来るのが遅れた。なんとなくサムエルはわざと来るのを遅らせたんじゃないですかね。こんな話が新約聖書にもありますよね。ラザロが死んで3日経ってますからと、イエス様がラザロをそのベタニアに行くのに3日遅らせたじゃないですか。あえて早く行って助ければいいのに、わざわざ行かなかったんですよ。なんで3日も待った？3日待つと必ず死んでることが確証されますからね。どうしようもない、人間の力ではどうしようもできないけども、その時に何に頼るかっていうと、神の力に頼らなきゃいけないじゃないですか。自分で死人を復活させることはできないわけですよね。で、困ったサウルさん、どうしますかね。で、サウルさんはやっぱり焦ったんでしょうね。一人二人と自分の周りから離れてしまうので、これはもう私がやるしかないと思ったんですね。で、それで全焼の生贄を捧げた。仕方がないって言えば仕方のないことで、まあ、こんな状況で皆さんはこういう状況に立たされたことのある、ギリギリ瀬戸際の状況に立たされたことのある方だったら、おそらく感じ取ることができると思うんですけども、私たちみんな人生でそういうギリギリの状況でね、正しいことは知ってるけども、それは待てないで私ができることをしてしまうというのは人情的には分かることだと思います。で、やっちゃったんですね。全焼の生贄を捧げた。捧げ終わった時にって書いてありました。タイミング悪くない、サウロにとって。でも私たちは聖書を知っているのでそういうことができるんですけども、神のタイミングっていうのは私のタイミングではないわけです。本当に戦うのか逃げるのかっていうね、兵士たちがブルブル震えている状態でサウロに従っている時に、宗教儀式っていうのは戦いの前にどうしても必要なもので大切なものだったわけですけども、サムエルが来るのが遅れてしまった。そして兵士たちの心をとどめおくためにサウロはやってはいけないことをしてしまったわけです。まあ考えてみればですよ、私たちはそれほど宗教心の強い時代に生きているわけではないので、まあ半歳ぐらいね、
全焼の生贄ぐらい捧げたって別に構わないじゃないですかと。それは私たちの言い分であって、その当時は宗教が全ての時代ですから、それをする役割の人がいた。そしてその役割はサムエルがその役割を負っていたわけで、そう簡単な話ではなかったわけですね。サムエルがちょうどサウル王様がその全焼の生贄を捧げ終わった時に来た時のサウル王様の顔、どんなだったでしょう。罰の悪そうな顔したんじゃないですかね。そんな経験ないですか。あ、やっちゃったよって、やっちまった、早とちりだ、で罰が悪いなって、それで言い訳でもしないとことが収まらないなということで、まあ、サウロはですね、かなり結構長い言い訳をするわけですよ。サムエルがサウロに言います。あなたは何というとんでもないことをしたのかと。そうするとサウロは答えます。いい言い訳ですよ。聞いてください。13章の11節、兵たちが私から離れて散っていこうとしていて、またペリシテ人がミクマス、サウロの言うところに近いところですけども、ギルガルに近いところですね、ミクマスに集まっていたのに、なんて言ったと思います。あなたが毎年の礼祭に来ていないのを見たからです。これを何て言うでしょう。責任転嫁と言います。自分の責任でやったんじゃないですか。ところがあなたが来てないのが悪いんだよと、こういう感じですね。12節を見ると、今ペリシテ人がギルガルにいる私に向かって下ってこようとしているのに、今危ない状態なんです。まだ私は主に嘆願していないと考え、あえてと言いましたね。あえて全焼の生贄を、仕方がなくあなたがいないからどうしようもなく代わりにやってあげたんだよと言ったんです。こういう人なんとなくこう嫌だね。サムエルはサウロに言いました。愚かなことをしたものだと。あなたはあなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに、この一つの約束を守らなかったから、結果14節、しかし今やあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。主があなたに命じられたことをあなたが守らなかったからだと。随分とはっきりとした裁きですね。サウロ家はもう立ち行かないよということをサムエルはサウロに言うわけです。私がサウロだったら、あ、もう信仰をやめようかなと思うかもしれないですね。ちょっときついよと。こんなね、あなたが来なかったからやったんじゃないと。どうしてあなたちゃんと時間通り来なかったんですかと。もし遅れるんだったら LINE のメッセージ一言言えばいいじゃん。ないですから、それは無理ですね、ロバに誰か人を乗せてね、伝令でも送ってくれればいいじゃないですか。気がつかなかったのかな。でもおそらくサムエルはあえて来るのを遅らせたんじゃないか、信仰を試すために。でこの責任転嫁ですけども、旧約聖書の創世記の一番最初に出てきますよね。アダムが禁断の木の実を食べた時、皆さんもよく知っている物語です。知ってるんだけども本当にそうだよなと思いますよね。で食べちゃった後に神様が来て、誰がお前にこの実をあげたのか、あなたが私のところに連れてきたあの女がって言いました。あの女にはエヴァという名前があったんですよ。すごいですね。あの女が、皆さん結婚している皆さんはそういうふうに呼ばれたらどうでしょう。あのお前がとかね、あの女がとかね、すごい傷つくと思うんですよね。エヴァの気持ちって出てないんですよね。僕はなんかエヴァ傷ついたんじゃない。結構強い女性でね、女性大体強いから、もしかしたらあの後差しだけ出したけども食べなきゃいいじゃないときっと言ってたと思います。食べなきゃいいじゃない、食べたのはあんたでしょうっていう感じでしょうかね。若い時とはちょっと解釈が変わってきました。若い時は
お前がって言って、すごくエヴァがシュンとしているの感じだったかなと思うんですが、今ちょっと違うな。女性はすごいです。ゴスペルの皆さんすごかったですね。ハワイの元気ですね。みんなでビーチで飛び上がってる姿、みんな女性ですよ。素晴らしい。まあ男性もそれぐらい元気で、みんなでね、こうああいうとこ行ったらみんな飛び上がってわーってやるのがね、私はあんまり上手じゃないんですけども、平野先生と一緒にいるとだん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 上手になってきますね。上手っていうのはちょっと言葉が良くないんですけど、時々自分ができないようなことで自分をこう表してみるといいと思います。そうすると自分が解放されます。同じようなパターンの生活の中、同じような考え方、同じような人々、悪いことではないですね。その同じような人々と一緒にいるということはそれほど刺激的にはならないですよね。だから悪いことをしろと言ってるんじゃないですよ。でもその当たり前になってしまうということが、自分が何かこう成長しているっていうところにおいて、こう進歩がないというかな、前に進むことができない。だから自分に対して刺激を与えるために、自分がやらないようなことをするっていうことがすごく大切なことかなというふうに思ってます。新学生に教えることがあって、時々ね、自分が今まで着たことがないような色の服を着てごらんなさいと。面白いことに、人って着るもので中身まで変わってきます。面白いこと、これ本当に面白いです。精神的な心理的な影響があるので、今までと違ったことをすることで自分自身も変わってくるんですよね。俺自分って変わるはずないのになって、変わってる自分を見てね、なんかカオスですよね。何なんだろうと。外側の環境を整えることで自分も変わってきます。その刺激っていうのは非常に面白いんですね。人が成長するためには、サウロの言い訳っていうのは、私はペレシテ人を恐れました、私の兵士たちが一人二人とこう去っていってしまって非常に不安に思いました、悩んだんだけれども、あなたが来ないから、サムエルさん、私が民の気持ちを引き留めるために何とかしなければならないと思って、全焼の生贄を捧げました。はい、分かってます、越権行為です。でもあなたが来なかったのが悪いんじゃないですかっていうのが サウロの言い分ですね。はい、こんなことやったことがある人、皆さん手を挙げてください。挙げないでください。正直に挙げないでください。正直に挙げなくていいです。牧師にしたことある人。ダビデとサウロを分けたのは何でしょう。比べてみましょうか。サウロって人殺ししてますか。ここでダビデが罪を犯したとき、どちらも罪を犯すわけですけれども、サウロは越権行為ですね。ダビデはどういう罪を犯しましたか。人の妻を取り、姦淫の罪ですね。そしていろいろ騙して、バテシェバの夫を直接的、間接的、ほとんど直接的に殺してますよね。どっちの罪が重たいですか。思うでしょ。僕もそう思います。ダビデの罪の方が重たいじゃないですか。じゃあダビデはどうしてその王国を築くことができて、その王国は繁栄して、たくさんの人がダビデの周りを囲んだんですか。どうしてサウロは王国は取られて、そして今まで持っていたサウロのその栄光はダビデに持ってかれ、サウロの王国はダビデに持ってかれ、息子娘もダビデの方に行っちゃって、最後は一人なんですか。答えは簡単です。サウロは主の前にへりくだらなかったからです。これだけ。ダビデはナタン、預言者ナタンが来てその罪を暴かれた時に、ダビデはすぐに、私は主に対して罪を犯しました、許してくださいって言ったんです。そんな詩編がたくさんありますよ、詩編には。でもサウロがごめんなさいって言った記録は一つもないんです。これが言えるかどうか。間違った時に間違ったことをしました、ごめんなさいって一言言えば、サムエルも神の人ですからすぐに許したと思います。ちょっと罰があるけどねみたいにね、余計なことしちゃったからね。でも王国を失うとかね、自分の地位が危うくなるとか、四六時中戦争しなきゃ、そういうことにはおそらくならなかったんじゃないかなと思うんですよね。サムエルに、サウロにはダビデが持っていた謙遜さがなかった。主の前にへりくだるという、
人の前に何でもかんでもへりくだる、そういうことじゃなくて、主の前にへりくだる、主とする思いというものがサウルには欠けていたわけです。で、私はサウルのことを批判することはできないなと思います。なぜ人は迷うんですか？なぜ人は判断を誤ってしまうのでしょうか？それは皆さんも私も人だからです。これにつきます。だから、その悩みとか迷いとか、サウルが持っていたものですね、その社会の中で自分が本当にこれからどうしていったらいいかわからないような時に、もしかしたら私たちは待つことをせずに余計なことをしてしまうかもしれないんですよ。そしてそういうことを何度でも何度もしてしまうわけです。私は良かった、サウルの時代じゃなくて、今は恵みの時代ですから、主にごめんなさいと言えばイエス様すぐに十字架ということになるんでね、すぐ許してくれます。オートマチックに簡単です。本当に気が楽になります。犯罪の生贄とか前哨の生贄とか、動物をね、自分で羊の首を切るとかね、そんなことしなくてもいいわけですから、気持ち的には楽ですね。恵みの時代だから。私たちはこの時代に住んでいますけども、不安と恐れの多い時代です。それは昔も今も変わりません。絶対に大丈夫な時代っていうのはないわけで、でそういう中で私たちは自分でこう計画を立てていくわけですけども、その自分が立てているプラン A の計画がうまくいかなった時にどうしますか？今はいい時代でね、いろいろコンピュータープログラミングもあって、プラン B、プラン C をね、シミュレートしましょうと、大切だと思いますけども、でもシミュレートしてプラン A がうまくいかなくてプラン B がうまくいくかっていうと、よほどじゃないと、あるかなり限定されたところじゃないと、それはおそらく案外うまくいかないんですよね。その出たとこ勝負っていうのがあって、プラン A がうまくいかなかった時にそこでどうするか、初めてそこでプラン B やらなきゃいけないなっていうことがあるわけです。その体験がありました。水曜日の晩祈祷会でこのメッセージをしたら爆笑だったんですけど、皆さんきっと笑わないと思うので聞いてください。インターネットでどうもその人の名前まで広がっちゃったんですけど、今日は名前伏せますね。8年か10年ほど前にアメリカ人のその教会、日系アメリカ人ですけども、誘いを受けてスワジランドに宣教旅行に来ました。イースワティーニと言います。今王様が名前変えちゃったんですね、 4,5 年前に。独裁国家ですね。非常に貧しい国です。でそこに行って神学校とか教会でメッセージをさせていただいたわけですけれども、もちろん日本語通じないんで英語でやってきたわけですが、その中で私は9人乗りのバンを運転してたんですね。でそこに日系人の20代前半後半後半じゃないな前後の女の子が4人乗ってました。でもう一人はその50代でしょうかね、男の人が1人、まあ、長老格の人ですね。でもう一人は日系人のやっぱり20代前後の男の子が乗ってたんです。夜その選挙活動が終わってホテルに帰りましょうということで運転してたらばですね、高速道路ですよ、高速道路は真っ暗なんです。街灯ないから本当に真っ暗なんです。突然逆走して車がどん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 来るんですよ。高速道路で逆走するっていうニュースになるのは、日本だったらばちょっと年老いた方が間違って入ってね、逆走してとんでもない交通事故って聞いたことあるけども、この夜の暗い中10時ぐらいに逆走する車がどんどん来るんですよ、すごいスピードで。でこっちから走っている人たちはみんな左のね、どっちだったかな、あれ右が通行だったのかな、ちゃんとしたレーンに入って逆走する車を通すんですね。私外国人だ、初めて運転してますからわからない。でも危ないからみんながしているレーンの方に入って逆走する車を見てたんです。この国では高速道路で逆走していいんだと。で少し走ってたところ、前で事故があったので前に進むことができなくなってしまったので、こちらを走ってた進もうとしている車が逆走するわけです。待つんだろ普通は、事故処理終わるまで待っても来ないから逆走するんですよね。これはやっぱり日本とはちょっと違っててね、そういうことはこの選挙旅行に行かないとわからない。でもびっくりしてるでしょ、みんなびっくり、もうみんなねビビってるわけですよ、だんまり何これはみたいな。で結局夜で暗くて電気がなくて降りるとこがあったので降りました。降りたらもう
本当に真っ暗、ジャングルみたいな山の中走っていて、自分でどこ走ってるのかさっぱりわからない。残念でしたね。 Wi-Fi がなく GPS がなかった。でもみんな緊張感ですよね。スワジランドって犯罪が多いんです。20代前後の若い女の子連れてね、こっちもビクビクしてますけども。で、走行しているうちにネオンサインが見えて、それがバーだったんですね。でもそれしかないんで、人がいるところは。そこに車を止めて、そして中に入っていって、バーテンダーがちょっと人が良さそうな人だったんで、これ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 のホテルに戻りたいんだけども、どうやって戻ったらいいですかって聞いたらですね、そのバーテンダーがそこにいる2人の若者を指さして、この人たちもちょうどそっちに行くから、その車についてったらいいよって言われたんですよ。しょうがない、ついていこうと思って外出たら、その人たちの運転しているトラックがですね、めちゃくちゃひどいトラックでね、ちょっと大丈夫かなと思ったんです。でもそれしかないんでついていった。だいたい30分ぐらい、ああでもないこうでもないというところを道を通って、その一人がここだって言ったところにホテルがあったんですよ。皆さんだったらどうしますか？泊まっちゃいます？泊まったって誰もいないんですから。だってそのスワジランドね、高速道路走ってたらね、高速道路の路肩に車を絶対止めないようにってサインがあるぐらいですよ。なぜなら強盗が出ますからと。そんな止められないわけですよ、そんなめったやたらに。そしたらね、ホテルに着いたらその若い女の子たちが、パスターノブオ、You are great! って言ったんです。普通女の子から褒められたら喜ぶもんでしょうが。僕はその時に、何を言ってんだと。こっちは必死だったんだと。男が2人乗ってんだ、全然役に立たない。超老格の男も全然だんまりだし、若い男もあんな普通には元気でね、活発な子だったのに、そういう時になったら全然。しょうがないから僕は主に祈ったわけです。主を助けてください。祈ったらネオンサインが見えたわけです。拍手するのまだ早いんですよ。バーテンダーをどうやって信用するんですか？どうやって不思議だ。でもそれはもうね、祈って答えられたから、これしかないと思って確信するしかないわけで、無事ホテルに着きましたけど、この物語ずっと忘れてたんですね。水曜日にメッセージ準備したら、それパッと思い出して、そしてどうして信用することができたんですかって僕は皆さんに聞いたんですね。で、皆さんだったらどう答えますか？もう答えを知ってる人がいると思うんですけど、ある姉妹が、賄賂じゃないですかと。賄賂って言ったんです。お金でしょうと。ものすごいがっかりしましたね。まあ冗談ですけども、その方だけじゃなくて、何人かも同じようなことを考えてた人がいた。インターネットで聞いてた人も同じように考えてた人がいた。すごいがっかりした、ホライズの皆さん。僕は祈ったんで、神様助けてくださいって、祈りでしょうって言ってね、大爆笑でしたけども、賄賂って言われた時には、なるほどと思ってね、そうすればよかったかなと思いましたけど。でも本当そうなんですよ。ホテルに戻った時に、パスターの坊、You are great って言われたけど、そうじゃなかった。僕の心の中では神様感謝しますですよ。あんなところで迷子になっちゃってね、若い女の子4人乗せて、全く役に立たない男の子2人でね、僕だって何かあっても何もできないですからね。助かったなと。で、迷いはしょっちゅう起こります、私たち人間ですから。で、心配性だし、すぐに何かのことに不安になったり恐れたりするわけです。迷った時に覚えててください。私たちの主イエス・キリストは素晴らしい羊飼いで、私たちを見出すためにいつも探してくださってるんです。で、必ず見つけるんです。で、サウロのように神様から離れてしまって、離れていく方向を選んでいくと、神様が与えてくださっている祝福、祝福ってのは突然バーテンダーみたいに現れるかもしれません。自分が思ったような人じゃないかもしれないですよね。祝福を見落としてしまうかもしれませんね。あと、このサウロの人生を見ると、彼はいちいち自分のしたことに言い訳をするわけです。で、私はこの年齢になって、かなり確信を持って言い訳じゃなくて確信を持って言うことができるんですけども、言い訳をしているって、自分の人生を無駄にしてんじゃないかなと。それだったらば、もうさっさとごめんなさいって謝ってきれいすっきりになって前進した方が、自分の人生を生きているっていう充実感が増えるんじゃないかなと、そういうふうに思います。言い訳ばっかりしてたら、そのうちに人生終わってしまいますもんね。
もったいないです。サウロはずっとそうだったんですね。一言、神様助けてくださいっていうことが言うことができなかった。で、私たちは本当に素晴らしい御言葉を持っているわけですけども、これが今日の最後のポイントになりますが、第一ペテロの5章の17節の言葉です。第一ペテロの5章の17節、暗記している方もいらっしゃると思いますが、あなた方の思い煩いを、悩み、嫉妬、怒り、何でもいいです、思い煩いを一切神に委ねなさいと。神があなた方のことを心配してくださいます。本当に出る前に信じてほしい。信仰はものすごく単純です。難しい数式を計算しているのではないんです。難しいパズルを解いているのではないんです。あなた方の思い煩いを一切 cast all your cares upon him for he cares for you。 神があなたのことを心配してくださるから。神様の知恵は私たちの知恵に勝ってます。私たちの知識にはどんなに勉強しても宇宙のすべての謎を解くほどの知恵ではありません。勉強するなと言ってるんじゃないです。私も興味があるし学んでますし、でも神様の知恵に比べたらということですね。この御言葉を知ってるだけで大丈夫。しっかりと自分が生きなければならない人生を生きることができると、そう確信しています。迷ったら焦らずに、まず主に賄賂とか言わないで、ダメだよ賄賂と言っちゃう、参ったよなあの時は。祈る、祈るところから始めましょう。主は良いお方ですね。で、主は全てのことを十分に満たしてくださいます。その一言の祈りがあなたを助けます。お祈りします。